道路側から見た駅出雲科学館、パークタウン前駅は、島根県出雲市今市町に位置する、市畑電車北松江線の駅である。駅番号は2。車内の運賃表示器、整理券の表示は、出雲科学館となっている。松江方面に向かって、左側に短式ホーム一面一線を有する半高架駅。南側に、山陰本線が並行する。基本的に、 無人駅だが、平日の6時59分から8時24分までは、駅員が廃される。1日平均の乗降人員は、以下の通り。市畑電車公式サイト路線、駅のご案内出店、島根県統計所、寺田祐一、日本のローカル施設2000、ネコパブリッシング、2000年、270ページ。ISBN4 から873662079。87 鉄道記録帳、レールファン第49巻第10号、鉄道友の会、2002年10月号、23ページ。出雲科学館パークタウン前駅、大津町駅、旭日川岡駅の終日無人化のご案内、市畑電鉄、オリジナルの2021年9月17日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20210917091732/.https://ichibata.co.jp/.lay/.topics/.202109161115.html2021 年9月17日閲覧。ありがとうございます。